よし、いただきます。今日は卵とウインナーと米と味噌汁。で、無理ゴミと、こんな置いてあかんから。そうですね、やっぱり現状ブロックが足りないんで、一ジャンプのもと、さあ、角が重なった太郎です。一番綺麗です。これはいい。大丈夫ですね。納豆買ってきてよかったな。なんで、絶対本質でしょっていうときは1枚切れのシャースが泣きにくいんですけど、このぐらいのバーだとね、シャーぐらい簡単に泣けますよね。期待できますね。そしてひなた、ここは統一の難を落とすことにしました。難しいですね。ですよね、ドラドラなんで近いんですが、形が悪い。なんか卵カスカスやな。太郎の顔もね、結構濃いんで、すそとか、地層とか、あとローマンもつむぎで入ってね、手が整ったのかなっていうのが、これど、まあ、手によってはもう開け始めるみたいなですね。これ映った方がいいよな、飯。またなんか考えるわ。喧嘩してますね。ジャンピンは実際は小さな。注意してテンパイを取られる範囲です。だってここで今日はもうええ。手から絞るのか。いや、まだ一個価値がある。ここで出たらお天才です。シャートパークのシャンポン待ち。他の手からはタップドラ1までは見えています。ちょっとね、これでもまだ本使うか怪しいですね。まだ怪しいぐらいなんですね。しかもシャーとパーティンは1枚切れのシャー以外は全部山の中ですね。三山のシャンパンは3ピン。ここは騙しにしました3色ドライチカンパピン。
ピンってカロちゃんどうでしたね。そうなんですよ、本当に今残ってるんですよ。カロはね、チーピン引くとサムチーピンが使いできるんですね。そうですね、だってこれ食べやすい方にしたい。やばいですけど潜在的に報酬のリスクはあるんですね、頼みも。今やってね、全然出てもおかしくないですよ。まあ、キーピン引いた時だけですね。ほんま、はい、ただ町としてはシャアの分だけ太郎が1枚分有利です。すっごく警戒してますね。ハツってどうですかね。いやでも自分の手にも価値がある。1枚ゲーム8切っていきました。これハツ考えるってことはだいぶ強烈嫌がってますね。うん、はい、ゆきむずが1枚もない太郎、パク・ポンの町リャンピンを2、3、4に地位しています。ボーイズだとしたらもうボーイズしたら1万2000ですもんね。そうですね、ハブピンに単位とかぐらい1位でね、1万2000からですもんね。うん、だってももう受けてますね。そうですね、ボーイズしてますね、ハブピンに。はい、うん、太郎の本質が実るのか。でもね、リャンピンは結構ギリギリだったんでしょうね。ウーピンが通ってるから、まあ、リャンピン合わせた格好でね、まあ、そのおかげで太郎はチーピンになる。はい、さあ、ひなたもパーピンが生きている。ハギーなんて一品切ったよ。太郎の大きなと少し仕組みが悪くなります。しかも2000円せん、高くて、下がって、それ自分が補充するとしたらね、2万点違いますから。掴んでしまうということもありますからね、平田さんは。さあどうなるか、終盤。あ、ハーミー1枚ここに来た。簡単にあげて。本密でなくて、太郎に当たりかねない。はい、しっかり増やしていきます。日向の勝利手3色ドライチ。勝負勝負にあるんです。もうない。あ、失礼しました。本当だ。じゃあパーピン1枚の引き合いですね。ちょっと重たい展開になってきたか。仕掛けが注目を集め、日向は勝負手でしっかりと展開を見せています。パーピン1枚ここに来た。これで両者の上がり牌は山からなくなりました。太郎が待ち替えでサブロッピンチーピン引いた時、あ、そのリスクがまだ、ね、これやっぱ日向から結構出てると思うんで、覚悟して切った。そんなタイミングでしたね。さあ、ただ待て、頑張りすぐ。これが最後の牌です。流力となりました。どんな曲、太郎、日向ともに勝負で入りましたが、結果は流力に。まずは静かな滑り出しとなりました。本日の第1試合、本日の1本目となります。太郎凛ちゃんです。こちらはローティング、ね、一発決めなかったですけどね、太郎としても。よくなかったんですよ、申し上げましたね。さあ、今回はソーセージメンツ、ハグドイツ、ドラ1枚の太郎、萩原はソーセージメンツ、ドラ持っていません。お、赤が2枚入っているの、ひなたの手。今度はこいつの名前を使ってドラ持ってますね。どう仕上げていくか。ラフィア、チューブ、ドイツ、モンズは銀成功チャンスで1メンツです。あー、太郎結構軽いですね。ここの下は結構簡単に上がりそうですね。ただどんなボーキングをいける形、ここから使いたい気持ちがあるでしょうか。ドラ出せばそれだけで高打点です。ドラの人は使いやすいですね。基礎も1枚切れたんで、そこをね、次のロビンです。今だから手くなりました。太郎、お、今動かざると山のごとしみたいな、どっしりと構えてる。始まらない。残り1000枚、1000個だからね。
ティさんというのに、そして伊達も楽しいピリヒリで、どうしましょう、また中国人になった。終わり。